Welcome to シュウちゃん。生のシュウです。ガンダムジオラマフロント、リベンジ決めるぜ。という感じでですね、まあ、やってきます。ゼロ一招待、出撃する。1日1回ログインして、ちょっと見てって感じですね。やっぱり何かを開発するのに、なんていうか、時間がかかりすぎちゃうので、事前と足がちょっと遠のきつつあるんですけども、その辺ちょっと、どうにかしてほしいなと思いますね。本当に、もったいないです。まあ、それが私が言うことではない。兵力が不明につき、まあ、そんな感じで行きましょう。いやそう。だって7日とかさ、全部2日とか3日とか、そんなんですよ、お前。もう、ちょっと時間かかりすぎでしょっていう。いくらなんでもっていう感じです。中心が焼けるまで撃ち続けてやる。敵施設を破壊、次に向かう。はい、行きましょう。ここで決着をつける。俺はガンダムになれない。これでもう忘れないで済むということ。さあ、行きましょう、行きましょう。まあまあまあ、なんとかなるかなっていう感じでしょうか。なんとかなってほしいなと思いつつ。僕に降りろっていうのか、サンドロック。サンドロック、まあ対空砲を壊したんで、あとはまあ、だけど空は結構潰されてるな。よし、まあ、なんとかなるでしょう。チームワークの勝利だな。いやー、いいですよ。いろいろとバランス調整が入ったんですけれども、俺は2回目、俺は行きたい。砲台が全体的に強化されたね。やっぱね、ある程度になると攻めるの楽なので、壊すのね。それ、この無駄な行動。こっち来よ。この AI がちょっとおバカちゃんですよね。正直主人 AI ちゃんがおバカちゃん。やばい、間に合うかな。まあ、だからいいのかもしれないんですけど、本当は模擬戦で自分の敵に自分で攻め込むみたいなモードがあると、共に戦う仲間がいる限り俺は負けない。よりやりやすくなるんですけど、あとはイベントもちょいやってほしいですね。この前のゴールデンウィークのイベントは非常に有意義というか、なんかやり込もうって感じだったんですけども、なんか終わってちょっと肩すかしてるかですね、少し燃え尽き症候群的になっております。 90% 全部は壊されなかったか。52、まあさすがにこれだとちょっとね、もう私のところは厳しいと思いますね。ただね、やっぱこの6機使われるとね、壊されるんですよね。どんな風になるか見ましょう。もう自分で自分のを攻撃するとどう動くのか分かるんでね、本当にそれをしたい。まあこんな感じです。あいつらをやっつければオードリーを守れるんでしょ。やりますよ。やったのか。俺は何をやっているんだ。見える。これがここからガンダム。あー、そこを殴りに行ったか。まっすぐ行かせてくれないか。ニュータイプになって戦いに勝てれば苦労はありません。これは本当に君がしたいことなのか。
本当の君はそれでいいのか。こんなことをやってる場合じゃないのに。敵は普通じゃない。あー対空砲壊してってか硬えな。やばい逃げろ。まだ温存してるよね。エースが意外と生き残ってる。こんなことをやってる場合じゃないのに。こんなことをやってる場合じゃないのに。俺はマシンに飲まれていたのか。はい、ここね、人間だけが神を持つ、うん、そう言っていた人がいるんです。そうか、ここに近いからか。いや誘導したいんですよ。誘導したくてこっち側にね。そうするとここでペーペーペーって攻撃がいくから、今割と誘導はできた方なんですけれども、おそらくね AI としては総合の防壁の硬さと距離とかで考えていると思うので、ここだとここを壊してくるな。例えばここに出しますってなった時に、ここ2枚壊さなきゃいけないのと、ここ1枚なんで、多少の距離取ってもこっち行くっていう話になるわけですよ。で、かつ、人間だけが神を持つ射程がね、今を超える力、ここだと、可能性という名の内なる神、1、2、3、4、ここからスタートで1、2、3、4マスなんで、ギリギリここに来ることはできるんです。射程5のエースとかはここに来るわけです。それ以外のは大体4だから、ここ入れないですね。だから こっち側にザコは回ってきたっていうことなんですけども。そうなんです。その総合値での判断だと思うんですが、なかなかね、あ、三角形付けしてる。なかなかですよ。うん。あの、6機のやつはなかなか、難しいね。まあ、こんな感じになりましたけど。変身対策に、この辺は全部こっち側に持ってくるっていうのもありだと思うんですけどね。あえてここに密集させる。これを攻撃するとゲージが溜まるんですね、だからあのエースの攻撃ですね、いや変身に有効に使えるようになるんですが、あえて密集させることでここで時間を稼がせつつ、今度こっちから借りに行く場合はどうしてもここを通らなきゃいけなくなるので、エースを使った場合はね、そうじゃなきゃ別に、まあ大体エースを使ってくると思うので、あえてここに穴を用意するっていうのも面白いかもしれないですね、わざと。ここから出したきゃどうぞみたいな。
そうした場合はここに出したらば、こういってここかな、多分ここに来ると思うんですよね。ここね、なかなかね、ここに出すと、そう、ギリギリ1、2、3、5個だから、ここは射撃できないし。さあ、それに乗ってくれるかな。レアチップ10個やったね。まあ、だけどそれをやれるだけの余力はないですけどね。こっからはもうレベルを上げなきゃいけないですね。225万。制圧戦をやりまくってっていう感じです。そう、フロントからレベル7になったんですよ。だけどねって感じですね。まだなんかまだまだ足りない。制圧戦いきますか。やってる人はすげえやってますよね。OKOK。 V ダッシュガンダム。ドムさんがいる。このとこは6ですね。まあなんとかなるでしょう。行きましょう。ゼロ八招待、出撃する。何をしてるかっていうと、エースって言ってんですね。はい、これでエース壊せます。機体の安定が保てない。みんな、ごめん。攻撃強化。あ、やばいこれ。でもなんかやばい気がする。まさか、私が。あのパイロットめ、間違いなくニュータイプだ。ニュータイプだ。攻撃を使うのを忘れていた。使っちゃえ、今。敵兵力が不明につき、撹乱戦法で行く。敵施設を破壊、次に向かう。さあ行きましょう。後ろ天田さん、どこ見えない。天田っち、あ、いた。V
ルイダッシュ強いね。守ったら負け、攻める。共に戦う仲間がいる限り、やられたんですよ。俺は負けない。あれ厄介。エースを釣るのは流行ってますよ。おびき出すんです。おびき出せない位置に配置することが大事みたいな。エリアモンスター。やべ、援軍使っちゃった。これまた硬いですね。ビグザムがいるんだけど。コードネームはロックオンストラトス。成層圏の向こう側まで狙い撃つ男だ。この方、これを壊して、ここを壊して、空から攻めつつ、あと地上殲滅って感じですね。こことここを壊せば、比較的空でこの砲台をね、無効化できるんで、やりたい。まあ、行きましょう。チャレンジ。行くか。頼むぜ、相棒。あっさりと行きたいので、まずはね。本当はこっちを、あ、だけどこれ殺したいか。こうすれば、あっちも入る。ね。微妙に。よし、入った。オッケー。最初が肝心なんでね。俺たちの出番だな。オーケー、よろしく頼むぜ、ハロ。こいつはヘビーだ。手加減はできそうにないな。エース入手なんだよ。どういう意味だ。いたいた。こいつはヘビーだ。手加減はできそうにないな。相手が誰だろうと全力でぶつかり倒すのみ。ちょっときついかな。狙い撃つ、狙い撃つぜ。やばい。ニオリアのじいさんの君は資産量は十分ある。行くぞ。もらうか。やばい。こいつをもっと突っとけばよかったか。あ、終わった。まあ、ダメですね。いやだからやっぱ硬かったね。ビグザムにやられた。父さん、父さん、母さん、母さん。いや、あー、本拠地特攻しようしくよかったか。しくったな。もう一回やり直しですよ。でもうちょっと溜まってるんで、どれをアップグレードしようかね。バウか、ゼータガンダム。
イアラ。これも良さそうだな。ね、マグナーク。ここかな。ガンイージ型。ね、7600ですよ。42,000必要だけど、76,000はでかいでしょ。ここだね。ウィンダム。単純に開発できる機体が多いから、ここですな。まあお金が超かかるけど高すぎでしょ。ねえ、高い。まあけどここにしましょう。まあ、まったりっすね。本当はね、貿易をね、がっつりやりたいんですけど、まだ、ね、もっとお金が、せやせんガツガツやんないと、この貿易全部周りをか、この色に変えて、もう一つあげたいんですよ。ただ1個75万だから、高いよね。だからこっちをまずあげます。資源プラントね。じゃね、これあげるの2日かかるんですよ2日って。陽電子リフレクター展開準備。敵艦に向けリフレクション姿勢。こっちも3日でしょ。そうするとまずこの辺あげた方がいいのかな。いやだ、ここ1日ね、防衛力を10時間、時間かかるよね。まあだけど、8時間。9時間。そんなんばっか。いや、あと2つしか開発できないので、ちょっとその辺時間との絡みで1日半。こうすっか。9時間8時間ぐらいで、またその時に来て次やるみたいな感じでしょうか。その前にここら辺強化すればいいか。で、残り7万5000残して、あとは上げる。7万5000でしょ。もう一個減らそう。はい、OK。そんな感じですね。まあ、こういうまったりいく感じです。次は9時間後。
それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。